皆さんこんにちは、ダイスです。今回は8月にしか取れない虫とか魚とかを探しに向かおうと思います。もうすぐ9月になっちゃうので今のうちになんですけど、まだね、捕まえてないのがたくさんあります。これもだ。ニシキオオツバメガ、ガツバメガ、ガガの仲間、チョウチョガ、チョウチョガ、あれまあいいか、とりあえずいろいろ探して、あ、逃げちゃった。博物館に入れたら残りは売りに行ってお金にしたいと思います。海の幸も見に行きたいからマリンスーツにしたんですけど、この時間帯でいるのかな、夕方の方がなんかいい気がする。トンボがいる。あ、これは大紫、これ捕まえてるから売る売ります。なんかね、多分オニヤンマが飛んでた気がしたんだけどな。あ、いた、早い早い、あ、下手くそ、待って、え、捕まえたい、オニヤンマ、ちっちゃい頃よく捕まえてたんだけどな。ゲット、オニヤンマ、見た見た、すごい透かしてた。あとセミもですよね、アブラセミ多分いなかったはず。あ、よかった、セミ系も8月で終わりですよね。クマゼミとかミンミンゼミ、ミンミンゼミ、ミンミンゼミ、あれ、あ、つくつく胞子、これは捕まえてるね。なんかミヤマとかオオクワガタは、オオクワガタは捕まえてた気がするんですけど、下手くそだから結構逃がしてますね。焦らないでやらなきゃ。あとあれです、ヤシの木がまだ育ってないので離島に行ってクワガタ系とか高いやつゲットしとかないと、あれも8月までだった気がする。マイレージ、昆虫ハンター、まだ100だね、最弱だよ。あとはメダカが確かいなかったなと思って池に来ました。私の島だと池は1箇所しかないので、とりあえず13個巻き絵があるので投げてやってみたいと思います。雷魚とかも確か出るんだけど、今月までだった記憶なので出てくれるといいんだけどな。メダカとカエルとかですよね。あ、あ、でも大きさ的には違うからまあいいか。メダカ、カエル、コイとかその辺はまだいるはずだよね。確か今月までのやつだとちっちゃい夏、メダカ系はちっちゃいよね。これ、あ、金魚、金魚はまだいますよね。デメキンだった、赤色が金魚か、金魚もまだだな。そういえばちょっと大きいと多分メダカではないよね。早くない？食いつくの。あれ、これこのサイズなんだ、まだ小学生だな、ちょっと大きくてびっくりしたな。あと10個、あ、でかい、え、これ、これちょっと雷魚かな。雷魚って多分今の時間帯も出るはずなんだけど、どうしよう、緊張する。でも特大だって、雷、あ、あ、やっちゃった、やっちゃったやっちゃった、ちょっと大きい魚影だよね、これちっちゃいな。カエルは、カエルこのサイズ、ザリガニ、ザリガニはもう捕まえてるんだけど、カエル、雷魚、カエル、あ、でかい、これはなんとか取りたいけど動くの早かったね、気づかないし、どうしよう、この辺、こっちこっち、気づかないね。あ、向こう行っちゃった。あれかな、鯉とかかな、錦鯉とか鯉とかも池も出ますよね。
なんかサイズ的にライギョじゃない気がする。下手だな、そこじゃないんだけどな。でもこっち向いてる。え、この距離でも気づく子は気づくんだけどね。あ、もしかしてタイヤ、タイヤ気づかない時あるよね。でも位置な気がする。気づいて。え、なんでねえねえこっちくるって回ってくれればいいのに。結構動くからライギョじゃないかも。お、早っ。かっこいい。持ってないけどかっこいいけど、もうこうやって移動すればよかった、早いのに。あ、でも見れちゃおうかな。これちっちゃいね。気づく？気づいた。なんだろう。お、カエル来た。いなかったやつ。8月で多分いなくなるシリーズだっけ。池にいるシリーズなのは気づいたんだけど、8月にいなくなるやつもいるけど、カエルもだったっけ。あ、カエルもいなくなるんだね。ライギョ欲しいんだけど、ライギョ出ないかもしれない。困った。ちっちゃ。これ違うね。まずい。残り1個になっちゃった。でかくないからライギョじゃないですね。また薪集めよう。え、私北半球なんで9月にいなくなっちゃう。8月までしかいない魚だと、イカ、ナポレオンフィッシュ、ライギョ、カエル、メダカとかなんですけど、メダカとカエルとイカはゲットしてるんですが、ナポレオンフィッシュとライギョがまだなんだよね。そっちをなんとかしたいな。あとはカブトムシ系。はぁ、ベンチに座ってる。セバスチャン、え、隣行きたい、隣行きたい。ちょっと待って、マリンスーツはちょっと恥ずかしいからこれに引こう。セバスチャン、え、デートみたいに見えるかな。隣座りたい。いやー嬉しい。写真撮りました。セバスチャン座ってるの初めて。いい汗かいてきた、多分橋ができて便利になったよな。あ、ランニングコース広がったんだ。じゃあ 川じゃなくて海のほうとこでも会えるかもしれないね。いや、セバスチャンのためにもうちょっとあの橋を整備しないと。もうちょっと話そう。筋トレはちょっと一緒にはあれだけど。ま、北の浜辺、それあれだね、常吉さんの船だね。さっき行ってきたんですけど、中入れなかったからそのままにしました。世間話でもハンドボールやりたくなっちゃう。セバスチャンにはちょっとなんか筋肉系の家具とか見つけたら送っとこうと思います。あと夕方また来ようかな。今日は夕方の海って綺麗ですね。夕日がついてる。あ、オレンジ色になってる。お！あ、来た！来た来た！最近あの毎日いるね。ナコスケ。どうぞ。真珠くれるかな？今日の一言。スハー。すごい、なんか小説みたいだ。未来に追いつく時を読み終えた時である。確かに最近読んでないな、活字でね。バイバイ。もう今日は来ないですよね、一回来てくれてるから。またホタテ見つけたら取っとこう。んー、なんかいないのかなあ。泡が多い。もしかして、あ、めちゃくちゃ早い。これじゃない、大物。え、これっぽいぞ。ちょっと回ろう。今まだ逃げてるよね。
まだ逃げちゃってるな。後ろから来ちゃってるからな、私。こう、泳がないで、ゆっくり捕まえに行った方がいいんだよね。ちょっと離れて。行ける？あー、待ってー待ってやっぱダメか。A ボタンは良くない。スルーって。やっぱりこのやり方が一番なんですね。A ボタンを押さないでちょっと回ってって、さっと行く。よし！やっぱこっちなんだ。来たー！高いやつ、まだね、取ってなかったです。オオシャコガイ。なんだろう。気づいて。気づいてくれない？いい位置だと思ったんだけどな。ここじゃないわけですね。ちょっと斜めにし、斜めじゃないね。はい。これなんだろう。あ！遅かった？ねえねえ、今の大物ですよね、多分。押せたと思ってたのに。あ、ここにもいる。なんだろう。同じ感じですよね、多分。急げ、急げ。でも、間違えて押さないように。来たー！あー、でかっ！ねえねえ、出た！サメ。サメがポケットに入るの？でも多分さっきのやつもサメなんだろうな。これはスズキかな。ナポレオンフィッシュ欲しいんだけどな。あ、全然スズキ。え、背びれがあるやつもういないかな。あ、これでかい。あ、でも特大ではなさそう。大じゃないかな。多いね、スズキは。美味しいんだけどね。え、もうちょっと欲しいよね。背びれ。背びれって言っちゃった。ヒレ付きが欲しい。2匹いたってことはいるのかな、他にも。わあ、1個逃がしたのが悔やまれますね。なんで逃がしちゃったんだろう。この辺はいない。あ、いないな。のやつ2匹いたかもしれないのに、やっちゃった。残念。連れてたらよかったのにですよね。悲しいな。まあしょうがないですね。鉄鉱石落ちてきてたよ。うわ、もういなさそうですね。またちょっと離島とかでね、サメがいっぱいいるとことか行けたらいいな。背びれ系、まだ小判ザメと普通のサメ今回捕まえた子しかいないから、いろいろ捕まえたいですね。はい、ということで、今回はこんな感じで終わっていこうと思います。結構捕まえられたんじゃないかなと思うんですが、まだ、夜からの時間帯に出てくるヤシの木とかにいる昆虫系が8月で終わってしまうのがいないので、そちらも頑張って捕まえられるように行ってきたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!